星を回せ、世界の真ん中で。くしゃみすればどこかの森で蝶が乱舞。君が守るドアの鍵でたらめ。はいはいはい。恥ずかしい物語、舐め合ってもライオンは強い。じゃんじゃかじゃじゃじゃん。はい。生き残りたい、生き残りたい、まだ生きてたくなる。星座の導きで今見つめ合った。生き残りたい途方に暮れて、きらり枯れてゆく。本気の体見せつけるまで私眠らない。感じ感じ、拍手拍手、ありがとうございます。いや楽しい ね、 いやラグがないっていいね、いいね、いいね、電波の障害がないって素晴らしい。そうだよ、そう二人の間には何の障害もないよ。何の障害もないね、今日は。いくらね、いいよ、おいで前、え、後ろの方がいい、恥ずかしくない、おいで、ゆっ、あー、これはちょっと怒られそうだな、祭りファンに。実況しよっか。さあ、祭り選手、みなもりの首になんてキスをする。てめえ何をやった。待って、今音入ったんじゃない。入った、入ったんじゃない。ちょっと待って、大丈夫これ。まあ、いいじゃん。いや取れだか取れだか。お前取れ、恥ずかしい。普通に音聞こえたって、もう何をやってるんだ。いいじゃん、舐めてないからよくない。別に学校だったら舐めてたよ。いや、いらねえよその情報。ペロ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 じゃないよ。だからだから使用済みのお風呂にお風呂飲むんじゃねえかって言われてる。飲んでないからね。いや本当にやめてね。なんかさ、ピンポなんかツイートでさ、ね、なんかエゴさしてたら、うん、まつりちゃんはひろちゃんの入った後のお風呂飲むんじゃねみたいなの見つけたよってひいちゃんに見せたら、うん、飲んだって聞いてくんの。飲むわけないじゃん。飲んでねえしつって飲んでないからね。そうそうそう、面白いな、恥ずかしい。本当に恥ずかしい。これ残さない方がいいんじゃないか。え、残す残す。いやいや、ちょっと待って、カテゴリー受けるんだけど。 JC、JK、 JK だもん、祭り。私も JK だよ。どこに JC がいるの。あ、そっか、JC、 あ、そういうことか。そうそうそう、なるほどね。カテゴリー R18 にした方がいいんじゃない、これ。大丈夫、マジ R18 になったらもっと過激になっちゃうからやめよう。あ、そうだね、うん、これ以上先は有料です。このアーカイブはあのホロライブは大丈夫だけど、うん、エンタムさんに怒られたら消します。怒られないよ、怒られないよ。大丈夫大丈夫、よかった。優しいエンタムさん、優しいでしょ。面白いな。何歌う、なんか歌おうよ。この漫画気になる、私たちの秘密が。のって知らないよ。広告だよそれは。エッチなやつ、多分エッチじゃないかな。エッチな広告見るの面白いよね。なんか広告なんか大概エッチチだよね、ひどいよ ね、やめてほしいよね。ちょっと歌詞調べた時絶対エッチ、そう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 、あるある、ありがち。そうそうそう、たまに押そうとしようとする、こう悩むね。そう、いや悩まないから。押そうかな、押そうしちゃダメだよ、うちら18歳じゃないんだから。そうなんだよね、ダメだよ。そ う、 そ、 う、そこがねちょっとね、ちょっと止まっちゃうよね。はい、いいえ、どっちかな。どっちかなじゃねえよ。祭りどっちだったかな。祭りどっち。その時だけ都合よく記憶を抹消するな。わーちゃん、どうしたの祭り。みーちゃん、どうしたの、眠い。明日何食べる。明日クレープ一緒に食べよう。うん、じゃねえよ。何食べようかな明日。何よ、クレープ以外何が食べたい？チーズハットグ。あ、それ思った。わかる？わかるわかる。食べたい。食べようね。食べたことないの。そうなの。食べよう。これ美容師よ、美容師。美容師。一緒に美容師。インスタ映えって。映え映えしよう。映え映えしよう。映え映えしよう。テテ。テテ。TT。TT。TT。キャス TT。TT。
あの、あたってるって、飲むへ、飲むへ。そういえば見てこれ。え、見つけたの、見つけたの。あ、そうなんだ。そう、ホロライブ見つけた。広告、そう、ツイッターにあげたんだけど。やべえ顔してんじゃん。自撮りした、もう興奮しすぎてちょっと。めっちゃやべえ顔してる、ひいちゃん。祭りのアヘ顔と同じぐらいやばいね。祭りのアヘ顔。ひなもりはグレープフルーツプラスブルーキュラソー。あ、それだ。ってやつだね。まずグレープフルーツ飲めないから一口ちょうだいできないじゃん。そうなの？祭りの一口あげるね。祭りの清水？うん。飲むわ。ちょっと一瞬動揺しちゃった。自分でつけたのに。うっ！ってなっちゃった。こいつ。一瞬動揺したわ。なんでだよ。あげる。祭りの清水飲むわ。それやばいね。音が。なんか音？言葉の力？言葉の力やばいね。確かにパワーワード。なんだなんだなんだ。おおおおおお、助けて助けて、ちょっと待って、ちょっと待って、何やってるの？ルイス、ルイス、てめえてめえ、おら、なんか今あったことを言うんだけどさ。大丈夫大丈夫、後ろから襲いかけられてさ、なんだろうなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、プロレスだね。プロレスした、なんか組み技やられた。ベッドの上でプロレスした。言い方だよ。何も間違ったこと言ってないでしょ。まあそうだね、確かに、うん、そうだね。もうな、なんかここに線があるもん。もう祭りないもんね。祭りない、祭りないもんね。ちょっと待ってくれ。祭りないからさ、ね、さっきからさ、何、さっきからちょっとね、さっきからちょっとおいたがすぐりんじゃないかね。祭り、ごめんね、ごめんなさいね。いいの？ねえねえ、なんか言うことないですか？あ、あじゃない。なんか言うことない？ねえ、ごめんね、ごめんね。本当にそう思ってる？やべえ、襲われる。本当にそう思ってる？本当に。ごめんなさいは？ごめんなさい。はーい。いいよ。許してあげよう。大丈夫？楽しいな。死ぬかと思った。死ぬな。なんだよ、新説明してくれよ。だってノン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 見せちゃいけませんね。いやあれはちょっとやばいよ、ひーちゃん。ちょっとやばかったね。ガバって感じだって音をつけるんだったら。どんなこっちゃ。やばっ。さっきのお前だわ、そんなの。まあ確かにね。そうだよ、ガバ違いかな。ガバ違いだね。ガバ違いだね。二人合わせてガバガバだ。最低。本当にね、ごめんなさい。え、でもさ、ガバガバって別にそんなひどいワードじゃなくない？自分の指が結構ガバガバって言っちゃうよ、誤字しまくる時とか。どういうこと？え、なんか今日指ガバってるみたいな言わない？ああ、そういうこと。そうそうそう、あ、そう、びっくりした。何？何を感じた？うん、なんでもないよ。え、何？うん、なんでもない。なんで目をそらすの？いや、エンタムさんに怒られるからなんでもないよ。じゃあ配信終わったら聞こう。オッケー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 。え、面白いな、配信楽しいね。シチュエーションによるだろう、ガバガバだって。咳がつらそうだね。興奮して喋りすぎると咳出ちゃう。落ち着いて。うん。ん？待って、マスク取ってくるね。うん、いる？うん、大丈夫。ありがとう。ドピドピドチッパーソピドピド。おい。イエイイエイ。イエイイエイ。イエイイエイじゃねえよ。どうも、ヒーローです。みんなー、こんばんはー。こんばんは、ヒーロー。あ、帰ってきた？帰ってきたよ。おかえりー。だいまだよ。それは、こんばんは、ヒーロー。こんばんは、しょーい。こんばんは、しょーい。うわ。ひーちゃん、どうしたの？ひーちゃん、どうした？一緒に寝て。今日は一緒に寝るよ。明日は？明日も寝るよ。明後日は？明後日も寝よう。その次は？かー、どうだろうな。国に帰ろっか。国に帰ろっか。どこから来たんだよ、宇宙。やっぱ寂しい一人。あ、確
くれんぼした。隠れ、ないないしちゃったの。ないないした。まつり、ないないしちゃったの。あー、寂しいね。寂しいのね、まつり。大丈夫、ここにいるよ。いるいる。見えない。あなたが自分で見えないようにしたんじゃん。ねえ、なんかさ、寂しいって聞いたら多分まつり照れてさ、布団をかけて丸まってたのにさ、見えないって。おめえが自分でやったんだろ。かわいいか。かわいすぎか。ひーちゃんのパジャマかわいい。これでしょ。うん、似合ってる。ほんと？やったね。ちょっとね、女の子らしすぎて照れるんだけど。え、似合ってるよ、かわいいよ。マジですか？ほんとですか？ん？ちょっと何のな、ちょ誰ですか、このエロライブ。夏色祭り。おい、だからエロライブって言われるんだぞ。エッチじゃないもん。じゃあ、なんで開き直ってるのさ。スケベなだけ。それは一緒だよ。同類語だよ、同類語。これひーちゃんのスマホ？うん、そうだよ。いっぱいの人がいるね。ね、830人もいるね。こんにちは、こんばんは。じゃあちょっとラジオっぽくしようよ。トゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥ。それ M ステ？そうそうそう。こんばんは。今夜もこの時間がやってきました。ニュースステーション夏色ヒーローです。イエーイ。本日の特大ニュース、ででん。なんと夏色祭りの自宅ミニ水森ヒーローお泊まりしに来たって感じですね。はい、はい、そんな感じですね。そんな感じですね。どんなことがあったんですか？そうですね、まず1時間遅刻して 1時間ほど待たせた挙句、なんと、はい、アイスをご馳走になるという。アイス美味しかったね。アイス美味しかったね。めっちゃ美味しかった、ね、やっぱお風呂上がりといえばアイスですよ。そう、お風呂ね。ちなみに今日ね、入浴剤ね、こそ、これ2人でさ2人で読み方が分からなかったから聞こう。乳頭だっけ。そう、乳に頭で。そうで、なんか乳、なんかさ、入浴剤何がいいってなった時に、これなんて読むのってなって、乳頭じゃねってなってさ。そうそうそう。で、乳頭今日入った。乳頭に入った。乳頭に入ったけど乳頭なのかな。乳頭、乳頭じゃない。乳頭どこ。乳頭って、なんかそういう名前だよね。乳頭。え、合ってる。乳頭なんだ。天才じゃん。乳頭、え、どっち。乳頭だって。乳頭だ。乳頭なんだ。どんな匂いなの。どんな匂いだったあれ。なんかでも色は白っぽかったよね。白かった、ミルクっぽかった。乳頭。乳頭。乳頭。え、でもさ、うん、エッチだよね、なんかさ、うん、エッチだなって思ったよね。父の頭ってどこ。ここ、この、ここ。ねえ、触らないでよ。あ、秋田県なんだ。あー、なるほどね。へえ、確かに秋田っぽい。秋田。秋田っぽい。適当に言わないで。秋田の何を知ってるんだ。米がうめえ。乳頭関係ねえ。そう、なるほどね。いやー、もうなんか帰りたくないな。帰らなくていいんだよ。帰りたくない、寂しい。大丈夫、いつでも来て。本当に。うん、待ってるよ。うん、じゃあ行く。うん、行ってらっしゃい。は。適当じゃねえか。君も適当じゃねえか。適当だよ。もう住んでっていいよ。だっていいよ。でもベッドが狭いよ。もう一個買わなきゃ。一個、私床でいいよ。マジ。ご飯作ってあげるね。マジ。ハンバーグ作ってほしいんでしょ。うん、欲しい。ハンバーグ食べる。食べる。ハンバーグ食べよう。食べる。 VTuber のそういう声初めて聞きましたって言われてる。どういう声。どういう声。え、さっきの、さっきの、あの、ってやつ。ねえ、手つなごう。いいよ。やだ、反対の手。はい、こっち。貝殻つなぎじゃん。貝殻つなぎっていうの。え、恋人つなぎとも言うよね、これ、うん、なんか貝殻つなぎって私言うの好きで。なんか貝殻っぽくない、形が。ぽいぽい。でしょ。ガチーン、ガチーン。ひーちゃん手大きいね。まつり手ちっちゃいね。指が長くて細くて。この手で人を守るんだよ。エモ。私はこの指で何を、女の子のあれやこれやを触ってきたと。うん、うん、じゃねえよ、おい。これで祭りはカップ数を測るんだよ。えいって、これは C カップだな。
ね、やってることがただの変態エロ親父なんだってさ、そういう人いるよね、なんか。いるよね、なんか触っただけで分かる人いるよね。女子あるあるだよね。確かに確かに、確かに。分かる。ひーちゃんの。ん？で、すべすべ。うすごっ。え、なにこれ。なに？なにここ。すごっ。なにこれ。手だよ。触ってみ？よくわかんない。やば、フィギュアスケートできるよここで。人の手の甲を滑走路に、滑走路っていうかやめてほしいんだが、ここでフィギュアスケートできちゃう、トリプルアクセルできちゃう、うん、っていうくらいもうスツルツルのスベスベ。本当に本当に、え、ここムチムチ気持ちいい、ね、ま、ごめんなんかディスディスですか、ディスに入りました今。いいじゃん、ムチムチに入りました今。いいじゃん、ムチムチ、いいじゃん。でもなんか赤ちゃんみたいってよく言われる。なんか赤ちゃんの腕ってボンレスハムじゃん。何ディスリムチデブだった。じゃあもち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 気持ち、肉球みたい、気持ち。でも祭りね、去年さ夏一緒にさ水族館行ったじゃん、デートで、うん、あの人手が拷問事件あったでしょ。あれ、うん、ね、あれから結構時間経って久々に会ったけど痩せたよね。ツイッターでダイエットしてるって言ってたから、そう気になったけど本当に痩せてた。うん、びっくりした。でもさっきねパンもぐもぐ食べてて可愛かったの。じゃああれは夜ご飯なんか、ね、だってなんかワイルドだったね、食パンをさ食パンだっけ、食パンそのまま食べてたよね。え、じゃそのままじゃないと食べれないの、トーストはあんま得意くなくて。あ、そうなんだ。逆にか。そうそうそう、えらいだって。でもちゃんと食べてね。そう、食べる。冷凍食品買ったから。何の冷凍食品買ったの。チャーハンと唐揚げ。何美味しいよ。美味しいけどさ、自炊しようよ。ニンニクと黒麻油のなんたら香るみたいな、うん、自炊しようよ。美味しいのね。美味しいけど野菜とかも食べようね。チャーハンに、チャーハンに野菜入って、それね、多分ね、もう栄養素死んでるよ。生きてるって。でも冷凍してたら結構死ぬくない。そうなの、栄養源とか知らない。マモリはね、祭りのたくさん食べてる姿好き。野菜を食べる。そうだよ、一緒に野菜食べよう。キュウリ食べる。ムニムニされるから嫌なんだ。待ってね、どこも触らないで。声出ちゃう、声出ちゃう。ガッツで。祭り。牛はダメ？牛もダメ。いいじゃん。いいじゃん。そんなんじゃ、あなた日常生活大変だぞ。触るのはいいんだけど、触られることはないからさ。牛。祭り。何？ねえ、こそばい。ぐちゃ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 。ねえ、おっぱい揉むぞお前。私何も思わないもん。やば。何も思わないよ。やば。こいつには勝てねえ。こいつには。何も思わないもん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あのね。いや、しーちゃんのプロ意識は本当にすごいなって思った。祭りもね、みんなそうだよ。だって歌ってみた撮る時のさ、うん、収録時間えぐいからね、ひーちゃん。そんなことないよ。祭りどれぐらいで撮るの？え、曲によるかな。あー、歌いやすい曲と、そう。確かにね、あるかもしれないね。あとなんかこの、うーん、一番初めに出したさ、ミレンレコードっていうソラ先輩が、なしなななな、そう。あれは、もうマジで、ひらり舞い散る花のように。そうでしょ、あれ大好き。で、なんかその曲はめっちゃかかった。うん、まあやっぱソラ先輩のオリジナル曲っていうのもあるからみたいな。ソラ先輩も好きだし、40メートル P さんも好きだから。あー、なるほどね。もう、迷惑をかけない。いや、めっちゃ好き。そうそうそう、なんか、あきちゃんも歌ってたよね、このライブの。そう。あきも本当に歌が上手で。だからなんか、その曲はめっちゃかかったで、なんか歌いますっていうのを運営さんに報告せんだけど、報告してから1ヶ月くらいずっと、いやかかる。私もピースサインを本当に1ヶ月ぐらいかかった。そうかかるよね。かかるよ。なんかいざ歌おうってなった時にさ、こう録音をポチッと押した時にちょっとこう、なんだろう、体こうばらない。わかる。硬くなって、そうそう、声出なくなったりとか。そう。喉もガチガチになるって感じ、本当に。そんな感じ。なんかもう瞬間冷凍された気分になるの、マジで。そう。
でさ、ワンフレーズってか、うんうん、歌い出しちょっと歌って違うってなっちゃったりだっていう。そう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 。A メロがなかなか終わらない時間。わかるわかる。なかなか終わらないよね。ミレンレコード好き。歌って。サビ歌ってよ。恥ずかしい。なんでだよ、さっきライオン歌ったじゃん。一緒に一緒に私でもね、歌詞出したら分かるかな。私歌ったことないんだよ、実は。あきちゃんと祭り、大丈夫？祭りの日って終わった、なんか聞くだけで終わったな。時の空さんのと1番と2番混ざりそうだな。私の名前なんて呼ばないでよみたいな。呼ばないでよ、ちょっとかわいそうだね、それは。私の名前なんて忘れていいよ、ひらり舞い散る花のように。ってやつ。そこだ、それが好きだ。なんか歌いたい、なんか歌おうよ。あ、吹雪だ。あ、吹雪、吹雪、吹雪も今度ね、泊まりに来てくれるんだって。え、やったじゃん、やったじゃん、うん、夏色吹雪てお泊まり会のハッシュタグ使わんと。使う、使おう。うん、ね、なんか歌いたいな。もつり好きな曲なに。好きな曲、獣フレンズか。そうだね。まあそうだね、まあそうだね、そうだよね。おっぱい、おっぱい、何言ってるんだ。ちちちち、おっぱい、ボインボイン、ボインって、おいおい。その曲さ、なんかそこだけなんか知ってる、なんか覚えてるの。誰かが歌ってた、街中で。街中で、うん。で、なんかそれと、そこだけが覚えてる、本当に。松山、そこだけツイッターで見た。あれってフルあるの？あれタイトル何？ちー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 おっぱいっていうタイトル。違う違う、はあ、なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。どんな感じなんだ。あ、ちちおもげだ。そう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 、そうそうそう。でも痛そう、もぐの。痛くないのかな。ぶち。あらら。あ、触るの。柔らか。ちょ、ねえ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。祭りも柔らかかったよ。は？でもここ硬い人いないでしょ。いないね。うん、いないいない。多分。と思う。触られちまったぜ。でもお互い貧乳だからな。ひーちゃんはでも線がある。そう、まだ線があるからね。線がある。そこ大事だよね。ラインだよね。そう、ライン大事なんだよな。やっぱラインなんだよな。わかるわ。そう、そうなんだよ。うん、どうしたの。なんかすごい見られてる。何、お腹鳴った。聞こえちゃった。聞こえた。ぐー。何、今のはお腹減っちゃったって訴えかけてこう見つめてきたの。違う違う違う。めっちゃめっちゃ見つめてくるって思ったらさ、違う違う、聞こえたってコメント。恥ずかしいじゃん。はい、ここ切り取り。はい、決定。違う、お腹を鳴らしてしまう夏色祭り。違うんだよ。違う、ひーちゃんの肌綺麗だなって思って見てたら、うん、お腹が鳴った。本当にありがとう。祭りも今日はね、同じね、お肌のね、あの、あれを塗ったからな。ソースじゃないな。ソース化粧水ってやつと乳液ってやつね。そうそうそう。ペチペチペチ。なんで一緒にお風呂入ってくれないの。狭いから、お風呂が。あ、いいじゃん、一緒に入ろうよ。やだよ、実は恥ずかしい。うん。かわいい、かわいい。恥ずかしくない？お風呂一緒に入るの。いや、なんかわっしょーいって言いながらさ、ポンポーンってこう入ってきそうだけどね、祭り。偏見偏見。それはね、すっぽくポンのポンポン。それは勝手なイメージだよ。みんなの勝手なイメージ。あ、すごい、一瞬千人。あ、すごい、千人来てる。あ、千人来てるじゃないですか。やばくない？やば。やばやば。千人が、あ、でも明日休みの日？明日土曜日だよ。みんな何するの明日？じゃあいっぱい人いるかもしれないね明日ね。確かに。明日雨降るのかな。雨やだ。雨やだね。やだ。やだね。仕事、部活。仕事多いね、お仕事の人。仕事してるの偉いね。めっちゃ偉いと思う、私。大変ね。朝ちゃんと、なんかもう起きて、なんだろう、まあ、夜起きてでも、なんか生活してる人全人類すげえと思うもん。本当に。出かける。みんな偉い！
すごいすごいすごい、えらい。遊ぶ、いい遊ぶ人はもう全力で遊んで今という時間を大切にするんだよ。明日の祭り寝るも、いや、あの体勢つらくなっちゃった。あ、じゃあこれで、ここで、これでこうやってやる、こっちにテニスで、よいしょ。私も横になろうかな、やばい、ボイチェンジボキボキしてる。ボイチェンじゃないでしょ。スマホから配信なのにどうやってボイチェンすんねん。うい、よいしょ。よいしょ。あ、いいね、楽だね。いや、腕苦しくない？うんとね、えひーちゃんが足乗せてんのが苦しいかな。足絡めるの好きなんだ、私。ぎゅ。いいけど。うん。カーテンの話さっきするって言ってたじゃん、しないの？カーテンの話？うん。カーテン買ったの。かわいい、めっちゃ。そう、かわいいの買ったのにさ、10センチ足りなかったから。あのね、地味に見えるんだわ外が。わ、あえてね、あえてこっから空でも見よっかなって。しかもさ、私そうそう、カーテンつける前にさ、なんかじゃあ後でカーテンつけるから、ひーちゃんお風呂、なんか違う、ひーちゃんが部屋着に着替えるみたいな感じなの。そうってなった時に、なんか、あ、うんってなったんだけど、うん、もう窓側にお尻を向けてトロンってタイツ脱ぎ始めて、いいじゃん。全然気にしなかった。カーテンついてないよって。もうね、ダメだね、よくないね、うん、本当に。私もじゃちょっとやべえなと思ってさ、焦ったわ、あれは。ちょっと焦ったね。ひーちゃん。ちょ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 。おい。出てくと。あ、それ。でい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 で。描くとってやる。いいね。3000回愛してるぞー。